名古屋あらってみませんか大吉でもやっぱり一番優しいんじゃないみんな思うと思うけど青にしようここからまだちょっと夜長いんで、うん、ちょっとなんか俺からねヒカルからプレゼントもらったじゃん俺からのちょっとプレゼントしたくて TikTok って知ってる あれでしょトゥー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 みたいなやつやっぱ何もやり方を知らないっていうんで僕がこの場で TikTok を伝授してあげちゃいと思いますじゃあまずね曲選びからクリティカルヒットっつーのうんまあ俺もやったことあるんだけどよしやるかじゃあ撮影しますよいきますようん待ってやりますダメだ失敗結構難しいな画角が私はあなたのことずっと TikTok の講座も終わったということであこれ俺ずっとまだつけてたよいやでも俺つけてたもう寝る時間なので2人とも多分癖が違うんでどういう風に寝るかっていうのだけはちょっと視聴者に普段見れないと思うからあの地方でさよく一緒の部屋だったじゃんそうだねでも俺相手が寝る時って全然見てないのよ自分の準備をするからそうだねうん、なんか楽しいかもそうそのどうやってね僕たちが寝るのかっていうのを興味ない方も見てください一回横になって逆だね逆か、はい、横になってはい横になってみてはいじゃあおやすみってことで全然俺がやりたかったこと違うんだけど全然違うえ全然違うこういうのじゃないの全然違うだって3人部屋で撮ってんの2つあるやんどう見てもえなんかこういうのじゃないどかされたいもんよで多分ここら辺早送り早送りになります俺の書き事ないんだけど出た自己中央本当だ自分のだけを張ってさいいじゃん自分の寝床だけできればまずはりょうちゃんは基本携帯があったとしたらやだやっちゃ見ないでよりょうちゃんは携帯いじるときはだいたいもう聞いてないじゃん必ず枕を2層にして、うん、あの腰が痛くなっちゃうんで2層でこうやってでこうやって必ず携帯をいじってだいたい基本こういう寝落ち枕2つないかといけないというのがりょうちゃんこうやって下の段に挟んでこうやって寝るのあの今回枕3つなんでこれで代用してもらっていいですかヒカルのルーティーは俺さってさ、よく分かってるじゃんアラームを俺かけるので必ず夜中の12時にもアラーム鳴ることそう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 起きたい時間の1時間半前から5分おきにクソうるさいアラームが鳴るのよ自分が起きる時間はもっと遅いじゃん、うん、だけど俺のアラームが鳴ってるから、うん、こうやってあのこうやって寝ててアラームがここにあったら勝手にこうやって消されるでそれで俺が勝手に消されたところに気づくと俺がこっちにこうやって映すのよ本当にうるさいだねでこっちに映してずーっと鳴り続けても俺こうやってさこうやって寝てるから、うん、あのこうやって起こされてそうで起きるっていうシステムですよね俺はそうだね光マジで朝弱いからねっていうかもうこのまま寝そうなんで明日に備えて今日はもう寝ねーすおやすみ早くないおやすみ言ってはい早くないはいおやすみ言ってちゃんとじゃあ亮太がこんな感じなんでみんなおやすみおやすみあちょっと待ってあれだけやらして亮ちゃんねはいおはようございまーすおはようございまーす三重までね来て伊勢神宮に来ております何をしたいかと言いますとやっぱりね今年からいろいろねりょうちゃんもそうですけどひかるもいろいろねこうお仕事が始まっていくので新しい気持ちでそう新しい気持ちでいろいろいいことがありますようにとちゃんとあの参拝をしに行きたいと思っております、うん、みんなもご利益あるようにねそうだよそうてか俺これ初詣だわえ本当に？うん密にならないようにそうだよねそう控えてたんだけど、うん、だから今年これ初詣今年2021年が良い年になるようにああそういえばあれだねあの
マネージャーさん、あのお坊さんの資格を何気に持ってるんですよ。おなんかいろいろやり方とか、はい、お坊さんの資格ね。ここ神社なんですよね。神社だから。よく勘違いしてる方多いんですけど、はい、お寺と神社ってちょっと違くて。あ、一緒です。神様と仏様ってことですか。そういうことでございます。あ、じゃあ違うってよ。ちょっとお作法が違うんですよ。昨日はローランドヘアだったけど、今日はあのナチュラル稲葉光で。そうだ、俺朝言われたんだけど全然変わんないんだ。どっちがいい、うん、って朝聞いたのよ。全然どっちも変わんないから。そんなことない。だって昨日娘とじゃん。フリーになって最初の一番最初の企画だよ。そうだね、うん、りょうちゃんとの YouTube がね。りょうちゃんとの思い出、思い出チューブでしょ。そうだね。まあいろいろ長いしな、付き合いは。うん、まあ、こっからこう好きなことやれるって言ったら言い方おかしいですけど、でも本当にいい意味で好きなことをやれるというか、うん、自由っていうかさ、うん、なんていうんだろう、全てにおいて自分に責任が伴ってくるからね。今までは守っていただいた。まあそうだね。広いなこんな広いところ、ね、なんか先輩の東京ドーム以来だわ。りょうたち大体みんな集まる。、うん、大体ね、あの売れる人りょうちゃんち集まるんだけど、違ったね。違ったね。でも2021年違ってないから。あ、そうか、うん、そうだね。うん、ただの飛躍じゃないですか、うん、だいぶ大飛躍でした、うん、これじゃないですか、はい、本殿の方これです。入り口まで着いたんですけど、もういきなりYouTuber の僕としては致命的な関門が待ってました。知らなかったです。撮影 NG です。でもあれだから、神様のいらっしゃるところだから。そうだね、しょうがないです。そうだね。じゃあちょっと参拝してきますね、うん、参拝してきます。じゃあまた後で。参拝を終えてきたところです。はい、今終わりました。本当に2021年が山本亮太と稲葉光にとって大飛躍になれるように、こう何をお祈りしたか言いませんが、教えてよ。言わないわ。皆さんのご協力もあってですが、うん、ようちゃんと光が頑張ってるところも皆さん応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、なので2021年も山本亮太と稲葉光をよろしくお願いします。もちろん皆さんにとっても、うん、いい年となりますように、はい、俺らがね、お祈りしてきてあげたから。あ、そうですよ、うん、まあ、でもこんな感じで、こう、初ロケ、うん、これにて終了。またよろしくね。それでは、また明日。